顔は立ててないっぽい。竿を立てるのって確かなんか10分20分ぐらいで回りながら竿を立てるからな、こんな感じだった記憶ある。はい、竿は立ちますね。無料席だとね、歩きにくくなっちゃいけないっていう。風がないからすごい調子がいいですね。去年は風すごい強かったから倒れまくったから。今、まあ、一応半往復だけ一番ケツに来ましたね。ケツの関東通りのセブンイレブンですね。
まあ、一応明日がちょっと青森ねぷた行くんで、ちょっと早めで帰りますね。最後までいるっていうことはないです。まあ、本当はこういうことしたかったからね、まあ、それに標準合わせて今年の夏は過ごしていこうと思ってます。ではでは。